どうも柴です。本日は神戸で大人気のカツ丼屋さんに行こうのコーナーということで、ほら見て、朝の10時やねんけどもう満タン。ほんまや。しかもこの見て、車見て、庶民からお金持ちまで愛するカツ丼屋さんらしい。あのね、わからん人のために言いますけど、このね、山の方はめちゃめちゃ高い高級住宅街なんです。ほう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 。そこからカツ丼食いてーって言って降りてくるらしい。あ、そういうこと。そうそうそう。ほうほう。ということで、僕らもね、ちょっと行きましょう。行きましょうか。はい。丼物意識、竹福さん。ここめっちゃ美味しいらしいから、早速調査に行きましょう。はい。はい。ということで、入ってきたよ。どれにしよう。早速それやねんけど、早速それ、うん、メニューがねこんな感じやねんけど、うん、なんかねこの辺気になる、大は100円増し、卵は50円増し、カツは400円増し、ほう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 、っていうことはカツがさめっちゃ多いのよ、うん、みんなカツ丼頼んでるから僕カツ丼行くわ。今日は流されるタイプな。今日も流されるタイプ。はい、カツ丼の台のカツってこれ混ぜるんですね。はい、カツも増量できますね。カツ、ほんならカツ増量の卵をトリプルで。はい。で、ぼちゃんはカツカレー丼。カツカレー丼ぶり。はい。はい、ありがとうございます。で、あと、何しようかな。親子うどんお願いします。親子うどんで。はい。以上で。はい。ありがとうございます。なんか誰かがトリプルって言ってた声が聞こえたから、うんうん、真似してみた。そこも真似か。超真似か。これは大のカツが2枚でトリプルです。ありがとうございます。大の、カツ2枚卵。はい、めっちゃ美味しそう。これ降りてくるな、六甲から降りてくる、降りてくる感じやわ。ということでやってきました、こちら。これがカツ丼大の、うん、カツダブルの卵トリプル。うわ、めっちゃうまそうやん、これ。とろ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 と結構硬くなってる部分両方あるから両方楽しめるな。おうおうおう、うん、めっちゃいい香りすんねん。ほんで、うわ、こっちとかめっちゃたまらんわ、これ。ビジュアルめっちゃうまそう。これうまそうやな。あ、うん、にこっちが親子うどん。親子うどん、多分親子丼やから、た鶏が入ってんねん、鶏鳥コンビで。おうおうおうおおお、うん、なんかこれが人気っぽいからこれにしてみた、親子うどん、うん、ということでいただきます。だから毎度これないよ、これこれこれこういうのはなんか一番人気あってみんな頼んでたからな。一番人気で一番絞りやろ。やめとけ。一番絞りではないけど、あ、ほんまや、銀色のやつやった。いや、おじさまたちはみんなこれ飲んでたから。おお、なるほど、そっちの人気ね。ということで改めましていただきます。じゃあどこから攻めていく。やっぱここか。うわうわ、これどう乗ってんのカツが。あ、こうか。もはや卵多すぎてカツの向きがわからん。そうそうそう、あ、こういう感じに乗ってんね。整列してるわ、こう。あ、なるほどね、うんうん、だからここやな、ほら。あれ、これ卵 100% 、うん、良き卵です。卵よき、うん、うまっ。ちょっと本当は濃厚で美味しいね。あ、そうなん。うん、だしがめっちゃ効いてんの。おうおう、うん、もう場所は分かったからね。カツ出てきました。
めっちゃ旬でうまそうやで、出汁が、うん、あの目見たら下町のめっちゃうまいかつ、おーおーおーおお、出汁が甘くてうまいの、しかも大きいからね、結構カツもうまい、分厚いよ、うん、うん、これ米100倍もなるわ、そんな感じの出汁、うん、カツダブルにしたことってこう横横じゃなくてこうダブルに乗ってねんな、ほうほうほう、そういうことね、うん、これうまい、うまい、うん、この油の最高、親子丼も行ってみようか、 まず出汁から行ってみようか、じゃあ控えめの味付け、うん、うん、うどん結構太いんだね、うん、うん、思った以上コシのある麺、うんうんうん、うまい、もっと柔らかいと思ったけど、これあれやな、自分のとこで売ってんねやろな、あ、うどんも、うん、おうおうおう、見てこれ、太さの違い、あ、ほんまや、うん、お、短いとこある、細いっていうか、そう、大きさが全然違うやん、ほら、うん、こっちはすごいです、横はささくれてる感じが、あー、自家製っぽいね、うん、うまっ、僕のターンです、はい、僕が頼んだのはカツカレー丼です、おお、2番人気やな、2番人気うん、結構流されとるやないか、間違いなく流されるタイプです、うん、え、すごい、あんやねんや、おう、あ、そんな感じ、あんやねんな、これこれはですね、うん、濃厚なカツカレーですね、これカツカレー言うてもおとるやんけ、絶対カツカレーです、ありがとうございます、そりゃビール合うよ、ね、あ、ぶんね、なな紅茶こっち酔っ払っとんか、気づいてよかった、なんかこう卵をなんかこだわってるらしい、そうなの、うん、どういう風に、だから結構赤い感じの黄身や、うん、うん、あー濃いそうやね、うん、だここに入ってるわ、濃い、濃い卵、卵にこだわってるよと、そう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 、めっちゃ話変わんねんけど、うん、このひょうたんが思い出してる、ひょうたん昔さ、うん、中国のキョンシーとかさ、うんうんうん、中国映画でみんなひょうたんをこうぶら下げとった、うん、ぶら下げとった、水のものにな、うん、僕もそれがしたから、うん、あ、昔、うん、で、おばあちゃんちひょうたんが、うん、何個もな、うんうん、で、あれこの中くり抜いて乾燥させねんけど、うんうんうん、結構大きいのもらって、こんぐらいのやつ、うんうん、で、くり抜いて、うん、やりましたよ、できましたよ、もっしゃ、念願のこれで水飲んだ、めっちゃうまいやろな思って、うん、水入れて食べましょうか、うん、なんで青臭い、あああるね、全然おいしくないってなって、ちょっと夢が壊れた時があったね、あれはけど、乾燥が足りひんらしいよ、乾燥したらその青臭さなくなるの、うん、みたいやけど、うん、僕それ家で1ヶ月後ぐらいにやって、そうおばあちゃんに言われて、うん、な、もう一回水よ、さぞかし美味しくなるやろ、うんうんうん、ね、まだあかんかった、すごいな、10時から常に席が満席、うん、ね、開くことない、ああ、うん、ということでごちそうさまでした、乗せられちゃった乗せられちゃったちゃうやん、何、美味しいって言ってたやん、ちゃんと美味しかった、これ京都の卵やねんて、へ、うん、味わい濃厚、これで濃厚、あ、ほんまやな、そのまんまやな僕らほんまアホなんやな、アホなんやなということで、ぜひとも皆さんこちら見て、もう行列やで、行列すごいよね、すごい、
あ、ありがとうございます。めっちゃ、うわ、本物になった昨日見とったんですか。あ、そうなんですか。そう、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。神戸の人間なんですよ。あ、そうなんですか。神戸のネタあったらね、結構書き込んだりとかしてね、はい、あ、そうなんですか。いや、マジ嬉しい今ね、そこのね、あのカツ丼行ってたんです。竹野くん、はい、僕も。あ、今から。いや、もう食べてきた。食べてきた。マジっすか。食べてきた。いや、こうちゃんも、福島さんも、いや、本当嬉しい。ありがとうございます。また楽しみにしてます、ね。はい、ありがとうございます。はい、応援してます。はい、お兄さん顔大丈夫ですか。あ、全然大丈夫。あ、ありがとうございます。福島さんに会ったよ。全部持っていかれたね。